焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。はい、こんにちは。今日紹介するのは、青森陸奥八仙のワイン酵母仕立てです。これ何度か紹介していると思うんですけども、久しぶりの投稿となります。飲んでみましょう。香りはね、そこまでないですね。酵母をね、ワインでやると酸味系の日本酒になりやすいんですよ。白ワインみたいっていう風に表現される方は結構多いです。あ、うん、まあ、ちょっと回すと出てくるかな。うん、あ、うーん、確かに何度も思うけど、これ何回か紹介してるけど、白ワインみたい白ワインみたいな、あの酸味があります。なお米の酸味ではなくて、本当になんつうの、果実的な酸味を感じます。うまいね。うーん、うーん、美味しいね、美味しいね。日本酒もね、いろいろこうやって、あの個性が広がってて、あの面白いと思います。前回紹介した、萩の鶴のすごい水よりも水とかさ、赤部のすごいフルーティーな香りがするとか、本当に一本一本個性が際立ってて楽しい。